何て書いてあるの？アワビ、サザエ、タコ、ウニ、ナマコ、ワカメ、トウ、利権者に無断で取ると漁業権侵害、密漁として罰せれば20万円以下の罰金が適用されます。書きまでご連絡ください。大阪市水産課、組合、警察、海上保安庁、保安基地。はい、書いてあるね、アワビ、サザエ、全部書いてあるやんか。怖がってみよう。はい、あ、海や。はい、大阪湾の海でございました。はい、ここがこんな下って全然見えなかった。何かなもんね、どこにおんのサザエは。サザエとか海にはどこおんの、さっぱりわからんかね、これ。あー、ええ景色や。こんななのかね。ちょっと待って、なんか勘違いしたもの見えないかい。東から西に沈むやろ。こんな西吹いてこんなとこか。ちょっと勘違いしてるね。いやー、魚取りしてありますね。あんなとこいたおるやろ、あそこ。あんなところに。なあ、わからん。ちょっと降りてみよう。ああ、海だ。ああ、海だ。ああ、今満潮かね。ああ、今引き潮かね。こんな見たかって全然何なんか思うから分からへんわよ。何にも分からん。なんかおんの？分からんね、見ても。どんなところね、岩が、牡蠣やと岩のところにやったら岩のところにやろ。全く見えんけど。どこおんのやろ。おうおう。おお、パシャパシャ、すごいぞ。今見てるだけでも3人サムラスにしてる。はい、だからさっぱりだから、まあ、いろんなとこ入れてないってな。はい、あのお兄さんいっぱいおる言うだけで全然わからん。こうやから、これ淡路島かね、こっちが淡路島かね、わからんね。これが淡路島かな。はい、だからちょっと向こう歩いてみよう。学校でこれ、今日ももう29度ぐらい、30度ぐらいあるからね、暑いね、ものすごい。海の中に手突っ込んでみようか、どれぐらいは冷たいか。はい。濡れんやろな。おお。わあ、ああ。こんな上がるかや。なあ、こんなとこで。たまに上がってくんねんな。はい。わからんな。洗ってけへんねんけど、待てるぞ。おおお。あ、ぬるいね、これ。あ、ぬるいぬるい、むちゃしたぬるい。ほら、温度高いわ。はいはい。
大阪湾でございました。大阪湾、大阪湾温度高いですわ。それは20何度からかもしれん。これ30度までないけど、大阪湾でこれ。あと泳いでんのかな。泳いでんの半分、あの向こう泳いでんの。来ないかね。あ、関空やな。はい、降りてみましょう。これやと思ってたら全然わからへんねんで、これな、これじゃわからんわ。海があることそれわからへんのに。猫描いたら青いぞ。バーベキュー禁止でございます。ここにほら岩が、こんなとこ岩がおんの。わからんな、見たかね。何や、またゴミや。またゴミですか。この岩は何やろ。何も書いてないんだけど。これは自然じゃないで作ったやつやな、どう見ても。これは作ってますな。あと向こうからがなんかあの辺階段なんだけどね、こういうのかね。降りられへんか。降りられへんな。降りられまへんな。こっからみんな降りてます。ここほら紐をつけて、紐をつけて降りてますよね。いや、降りれない。上はカラスが鳴いとるし。はいね、おこらおこらもやめとこ。はい、ありがとうございました。